そうしよう。え、しかして、うん、髪やばい。タバコのところじゃないよね、前髪が。これはケープですからね、皆さん。血色ない。血色ない、唇に。うん。え、これケープ取って、取いてもいい？いいよ、ちょ、ディエルだっけ、それ。え、違うの？あ、ディエルだ。いや、持ってきたわ。やばい。やっほー、みんな。おつかすみ、おつおつかすみなんか初めて、あ、つかりえちだからか。おつかりえち、やっほー、かすみんです。同級生じゃないよね。同級生じゃない、りえちの方が一個上だ。後輩です、この人が。イエーイ。先輩って呼んでください。そうです。うん、向かっていこっか。いいよ。いい靴下だけど。いいよ。臭くない。臭くないわ。本当に最悪だから。本当に見かけにして。カズミンが嫌なこと言ってきました。芸人本当に意地悪。最悪。臭くないと聞いてきて。そうやって心配やぞ。メール送信しなきゃ。やばい、この顔が。リーチもオハライド？今日オハライド、カシミ新幹線さ。見てよ、オハライド。え、カシミ新幹線隣だったけど、別にオハライドは見させられなかった。寝てたわ。カシミ寝てた。カシミほんとすぐ寝た。おい、マスクで配信でしてもいいのかな。うん、したことある、レッスン割とか。血色感がなさすぎて。うん、でも唇全然血色ない。合格記念日みんなおめでとうなんて、ありがとう。そう、今日ね、配置研究生が最終審査で合格発表のあった日なので、今日特別な日です、本当に。確かに人生の分岐点。そうかも。かすみん、一級に入れてよかった。うん。何何それは心の底から思ってるんですか。はい、思ってますよ、もちろん。そうですね、一級入って1歳になりました。よろしくお願いします。今日が1歳です。そう、今日湿気で髪の毛めっちゃパワパワなんよ。困った。ほら、めっちゃパワパワしてるけど、いつもより幼い。あれかな、メイクしてないからかな。今日どんな感じで発表されたの？番号が呼ばれたよね。うん、でもランダムだった気がする。番号はなんか早い順とかなかったよね。リサ子が一番目だった気がする。あ、そうなんだ。あ、じゃあそれみんな言ってるよね。なんかリサ子が自分2番目だったっけ。めっちゃ覚えてる。え、そうなんだ、うん、リサ子かすみん。うん、えー、めっちゃ覚えてる。リサ子かすみんの順だったらしいです。ゲイドリクヤに呼ばれたか覚えてない。でも自分割と最後の方だった記憶があるんだけど、そんな記憶があります。なんだこれ、中田田さん、あ、マフラーありがとう。石毛虫サブーキありがとうございます。じゃあじゃあ半分入部希望さん、あとありがとう。中田田さん、これなんだろう、なんかキートありがとう。そのくさん、リーバースターありがとう。石毛マシンさん、
ペンライトからありがとう。そのくさん結婚したってちょっと今ちに怒られちゃうんでできないんですよ。世界でリーチだけじゃないと結婚できないらしい。今なんかチュースさん聞いてありがとう。ルパンさんバラありがとう。エニゲームタンさんケイトありがとう。タクヤさんハートありがとう。ジャンヌカムさんケイトありがとう。ルパンさんバラありがとう。ハートもありがとう。ナンタンさんケイトありがとう。ミサミサケイトありがとう。マソピョンさんなんかかわいい。ハートのハートのアミアミありがとう。かわいい。あのあれなんですか、編み物の時期なんですか今は。ヒロさんケイトありがとう。マサピョンさん何これ、あったか配信すごい、こんなのあるんだ。あったか配信ありがとう。今日からあったか配信1日目ちょっとよくわかんないけどありがとう。クマニオパさんケイトたくさんありがとう。マフラーもありがとう。アミアミもありがとう。スーさんハットたくさんありがとう。こんばんは。いつかジェイツのマイトルがある。え、でも公開されるんじゃないかな、いつかはきっと。いつかきっと公開されるんじゃないでしょうか。リーチもカスミンの花綺麗だと思うよ。カスミンの花めっちゃ綺麗だと思います。名前の順なのか、いや名前の順ではないよね。うん、あれは名前の順ではないと思います。人気順、人気順でもない気がする。なんかでもね、なんかランダムにしてるよね。うん、めっちゃランダムだったけど。うどんを食べてます今。うん、カスミンいます今一緒に。カスミンでマーケルさんよくわかんないけどいける。何がよ。今日の髪型めっちゃ怖い。嘘、なんでだろう。ストレートおろしなだけでも巻いたり何もしてない。今日アイロンもかけてないです。みこさん埼玉から瀬戸内に来てくれてありがとうって。嬉しい、ありがとう。こちらこそ、あの瀬戸内に埼玉を入れてくれてありがとうございます。うん、本当は18人ぐらいいたらしいです。うん、でも結局本当に加入したのは14人かな。めっちゃ食べちゃう。明日むくぶな、塩分。でもカスミンはむくみが分からんからいいと思う。分かるよめっちゃ。目だけやん。じゃあ目グイグイグイやれば絶対治るって。結構取った。そう、私3期生全然少ないと思ってたよ。14人で、え、意外と少ないんだって思った。なんかもっと2期生さんがさ結構たくさんいたじゃないですか。だから3期もさもっと取るんかなって思ってたから少なく感じました。14人。うん、配信しな。もう前髪がやばい、これ雨のせいです。あとケープのせい。ウィングの神さんは人の名字が同じカスミングオールだって。そっか、岩崎さんか。岩崎さん同盟。いいや、もう前髪なんて気にしない。そう、で気にしない。え、どこで配信しよう。ごめん、カスミンの部屋なのにさ。いいよ。うん、あ、そっか、かすみんちゃん
カスミンちゃんフォーミーちゃんですね。そうです。クワイフォーさん姫カスタみたいな、確かにここがねいつもこうしてるんですけど、巻いてない時はこう下に降りてるのでそうなるんですよね。なんかそうなんですよ、こんな感じです。いつもキャニーさん合格1年おめでとう、ありがとう、嬉しい。なんで大丈夫そう、ファンレターもありがとう。マッチさんケイトありがとう。みがなかいさんいっぱい食べる、君が好きだってブドウいっぱい食べてます。これもう髪の毛ポーポーすぎて本当に湿気が、湿気は敵です。なんかカスミンの部屋、カスミンの部屋だと思われちゃってる。私の部屋ですよ。カスミンの部屋めっちゃおしゃれな人みたいやん、これじゃおしゃれよ、もうリエツと一緒、確かに珍しいかな。カスミンってスマイルフォーミーっていうハッシュタグだったの。え、そう。へえ。懐かしい。スマイルフォーミーちゃんなんだ。そんなに姫カットみたいですか。それも普段は巻いてるからあれだけど、なんかまっすぐにすると姫カットみたいに。え、いやいやいや、あ、今そのトレーナーあったかそう、そう、ニコのやつです。ベイビーできたやつかな。てかさん、広島の直接お話し会の暇みたい。そうなの？悲しい、それは。ちょっと雨だとさ、髪の毛パワパワしちゃうからさ、嫌だかも。いやいや、全然。晴れることを願います。サワーカンバーグも食べれて美味しかった。今日なんか眠いな。マッチさん、マフラーたくさん、こんばんでちー。マッチさん、マフラーたくさんありがとう。マフラーなんかな、マフラー。マフラーってさ、あれ赤いやつ。あ、違った。違う、うん、黄色い丸丸したやつ。え、あれ毛糸って言ってた。毛糸なの、わかんないけど。マフラーありがとうございます。楽しかった、昨日。しかも昨日いつもより人が多かった。たけちゅんさん、毛糸たくさんありがとう。合格1年おめでとう。そうだよ、合格1年目なんです。ありがとうございます、皆さん。なんでみんなそんなこと言うの。ゲッチ今日、ゲッチいつもの雰囲気違うね、みんな言う。なんかそんなに違う今日。いいんですか、悪いんですか。いつもよりもいいってことですか。いつもよりもちょっとよろしくないという意味ですか。なんでだろうね、あんまりなんか違うんかな今日、いつもと。あんまり自分じゃ分からんけど。森下軍団泣けちゃうけど、森下軍団ありがとう。なんか壁に穴がないのにカスコの部屋じゃないだって。どういうこと。やめてよ。カスミの部屋は穴開いてる。開いてんの。でも自分じゃないよ、開けたの。お兄ちゃんでしょ、エリエのお兄ちゃんも開けたわ。なんか白い液体がついてるんですよ、ここ。開けるかな。すごい美味しい、めっちゃ美味しかった。マジ本当に人生で一回食べた方がいいです、皆さん。うまっ、うん、今冷凍のブドウ食べてる。めっちゃ美味しい、これ。なんで始まったらさん、今後キャッペさんならありがとう。リエチの部屋にまだお泊まりセットありますか。ある、ある、あります。リエのママが特別スペース作ってくれてる、うん、え、やった、嬉しい、ありがとう、リエチのママ。ちょっと待って、泊まりに行かなきゃだわ。美味しいの何してる、何してる。あ、マフラーだ。タコタンさん、こんばんは。今日のリーチ好き、嬉しい、ありがとう。なんかいつもと違いますか。私のダブル推し、ダブル推しなの。なんだろうね。ありがとう。じゃあ何が違うんですか。ありがとう。フォーミーちゃん、フォーミーちゃんでしたね。フォーミーちゃんの頃から見てくれてる人いるのかな。いいみたい、いつもよりもいいみたいで、よかったです。須川さん、ケイトありがとうございます。ありがとう。マジで富士山綺麗だった。富士山のね、写真もあげようと思ってるんですよ。だからみんな楽しみ。親の顔より見た後の壁なんやろなって。どういうこと。そんなに見たんですか。可愛かった。
わって何はもでしょ。よしゆうきさんケイトありがとう。もでしょ。まさちさんこんばんは。自分前髪短いとさ目のさ目がきつくなっちゃう気がするんだけど、どう思う。なんか目のさ目力が上がる気がする。それはただ単に目が見えるようになったからね。アイドルの穴に壁に穴開けがち。いやそれは本当にあれ。リアのお兄ちゃんもあの壁に穴開けてます。しかもまだ治ってないです。マフラー、これこそマフラー、ありがとう。あのまだね穴開けた分治してくれないんですよ。じゃあ早く治してほしいですね。まだ穴が開いたままです。ありがとう。キッチンのとこのやつ開けてました。え、そうそうね、自分もこの前ねやったんですよ。でもうちのお兄ちゃんそれ開けた時びっくりしたけど、かすみんのお兄ちゃんも穴開けてたなら、まあ、世のお兄ちゃんは誰しも通る道なのかもしれん。しょうくんさん、ここのキッチンさん、ケイトありがとう。マジでかすみんのお家だと思った。かすみんがね、リエの広島の方のお家に泊まった時があって、その時マジで、ね、何時まで話してたのかな。カズミンと夜中のもう4時ぐらいまで、もう明け方よね、明け方は4時ぐらいまで話してたんです。多分あの人は覚えてないですけど。ピンクの会社、今日のディエッジは彼女感増してる。私の夢やけど、そういうこと？いいですか。なんかじゃあ彼女感あるみたいで嬉しいです。普段からそういうの目指しちゃうから。ちょっと。夢面になったつもりはなかったんですけど。ナッツさん、なんかハートのあみあみありがとう。ハートハート。なんかいつもさこういう画角で配信したいんだけど。でもリングライト使ってる時にこういう画角でさ配信できたことない。今度からこの画角目指して配信したい。赤砂坊さんこんばんは。壁に穴、横に見せたらそこはかすかの辺、ちょっとやだな。なんかやだ。ああもう眠いから。え、覚えてるよ、めっちゃ黄色い服だった。あ、違う、あれか、なんかこういう服だった。井戸の湯みたいなさ、なんで出んだっけ、あれ忘れちゃった。ああいう服だったの覚えてるの。めっちゃサラがあれになってさ、サインジンガさん、ん、オダヤンさん、パパー、ホーミーちゃん懐かしい。え、見てた中島さん、ホーミーちゃん、大パスミが一番可愛いよ。ちょっと何絶対って言ってよ。ゆうさんこんばんは。なるみさん、知らない背景、確かに。まだいっぺペニ会追加しようかなだって。めんどくさいって言ったら、いやいや、オンラインがないので、オンラインだったらどうやってやるんっていう画面越しによってスマホの画面をプニプニするんですか。リアルほっぺペニ会はただリアルしかない、オンラインありません。スーさん、ケイトたくさんありがとう。たくさん、こんばんは。巻き巻き。なに？七並べだって、リーチ。七並べ？七並べだって、リーチ。すいません、七並べもう3ヶ月間ぐらいやってないです。ちょっと待って、死ぬ。え、かすみやってる？え、この前やった。やばい、かすみよりも七並べやってないらしい、私。それはやばい。それはやばいって何？ちょっとイシンやの。カシミンよりやってないわ、やばい。やば、もうイシンやん。誰かの銀行三番。え、銀行三番が何だったっけ、なんか多分一番出てる人気のやつ。ごめんなさい、七並びも3ヶ月ぐらいやってないです。そろそろやりますね。今度七並び配信でもやりましょう。みさんこんばんは。日曜日お話しありがとうございます。こちらこそ楽しかった、何回も来てくれてありがとうね。キセさん聞いてありがとう。リジオフさんこんばんは。マーゴットさん、あとランチはテトリスしてるから並べし並べしてくださいって言っとくね。テトリス昨日やらしてって言ったらね、
無理って言われた、入れろって言われた。でもなんか分かる、このなんか入れてまではやりたくないんですよ、入れるのがもったいないみたいな。なんか時たまにやりたくなる、なんか人の見てたらやりたくなるから、やりたいですね。だから入れてまでやろうとは思わないんですよ。だからやらせてって言ったんですけど、ね、カスミンより、そうカスミンよりっやってないから。第12歳半スタート、ラストチャンス、お話し会待ってます。お話し会もう幕張、これで申し込み最後だったりしますか、もしかして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 幕張これで最後だったりするんですか。お話し会待ってますね。リエチ入れようじゃなくて、お話し会にしちゃおう。そうよそうよ、来月次だってニャン吉さん、本当にちょっとでも早めに始めようと思います。そろそろやらんと。みんな、ミクナワさん、今日のリーチがめっちゃ可愛い、聞き顔って本当になるんですね。だって本当嬉しい、ありがとう。なんか今日みんなめっちゃ褒めてくれて嬉しいです。みんなこのナチュラルな感じの方が好きなんですか。今日髪が自然な感じ。そうだね、今日髪の毛もう、え、そう、なんかね、あれだし、ね、昨日お話し会で言われて初めて気づいたんだけど、自分はなんかあのファンの方との顔を見て話してたんですよね。そう、多分カメラが上の方にあるから目が合わないらしくて。え、わかる。え、そう、画面見ちゃうよね、ファンの人の、ね、ファンの人の顔見ちゃうんですよ、私。だってカメラ見るの忘れちゃう。え、そう、だからそれを言われて初めて気づいて、うん、だからカメラを見た方がいいのかと思って。え、どっち見るのが正解なんだろうね。でもカメラを見なきゃ目が合わないらしい。いや、確かに、そっか、下向いてるみたいになるんか。下向いてるみたいになっちゃうらしいんですよ。なるほど。どうにもならないのかな。ピアさん、ゲートありがとうございます。マジで美味しい爽やかハンバーグ食べたい。最後なんか、そっかそっか、じゃあみんな幕張たくさん会いに来てくださいね。幕張はもうあのこの前ママと有楽町でお買い物したんですけど、その時にもうママも DM 一目惚れしためっちゃ可愛い洋服があって、それを着て幕張で参加するので、皆さんぜひ会いに来てください。幕張待ってます。いますので皆さんぜひぜひ。ビンゴの神様さん、広島リアルも今度日曜日か早いな。ね、そうだよね、もう一瞬、なんかほんと1ヶ月長いんだけど一瞬なんだよね、意外と。これが今回のシングル最後の最後。あ、そうなんだ、じゃあもう全部が最後なのね。じゃあ皆さん、さんめっちゃやってくれてるじゃないですか。あのリアルだと言わず、本当にやらなきゃ申し訳ないと思って、リアルだけだと言わず、あのオンラインも全部全部待ってますね。私のファンの人誰とも会わなくて悲しく終わりました。告知します、ちゃんと。文吾さん、ケイツタクさん、ありがとう。タンタンさん、ケイツありがとう。カズさん、リーチかわいすぎ、笑ったらって。本当に、今日なんかみんながたくさん褒めてくれて嬉しいです。みんなやっぱナチュラル派なんですね。みんなと好きならでしたいからな。やります、ちゃんと告知します。犬好きです。あのたまに何も告知せずにね、思い立った。マーシーさん、広島のお話し会行きよう。本当ですか、嬉しい、ありがとう。めっちゃ楽しみに待ってるので超楽しみにしててください。ありがとう、マーシーさん。ひらだまさかです、こんばんは。犬好き。ちょっと待って、面白い、つだっけ、結構前やそれ。そう、まあ会楽しみにしててください。大ちゃんさん、オーディション合格から一年おめでとう。ありがとう、大好きな三期、みんなで合格、見事出会えてよかったです。スーさん、まあ帰る仕事で行けなくて。そうなの、もうショックショックだけど、お仕事頑張ってね。何気にリーチの実家に泊まったくらい、何気にリーチとガチの仲返しですからね。確かにそうだよ、カスミン1日泊まりに来てます。2泊3日ぐらいしたもん。そう、なんかあのこんな泊まる予定じゃなかったよ、カスミン。なのになんか予定よりも長くうちに泊まりました。そうなんですよ、カスミンは。しかも実家です、私の。リーチのママもパパも楽しかった。そう、面白かった、リーチパパ。そ
優しいんです。めっちゃ優しかった。ママそういうのウェルカムな人だから。そうだから、自分のママがそういうなんか人見知りなんですめっちゃ。だからそういうそうかしこまりました。ウェイウェイ系じゃないので、なんか、ね、楽しかったママ。ウェイウェイ系。ウェイウェイ系。おもてなししてくれる系なんですよ、レイジママは。私の家はしてくれないので、もう自分で勝手にしろ系なので、私がおもてなしするぐらいですね。有楽町銀座かいな、高級感。そう、有楽町から銀座さ、歩いて行けたよね、めっちゃ近い。浦部さん、ケイトありがとう。かすみちゃんだけ目が合わないからずっと。やっぱ、そう、有楽町のルミネに行きました。めっちゃ可愛いお店が、初めて行ったんですけど、めっちゃ可愛いお店がたくさん入ってて、良きでした。もう今度から通いたいか。そこで、毎回お買い物しようかなって思った。来て、やった、嬉しい。めっちゃ来てください。もうね絶対ね、これもうねリーチ、うん、何絶対お台場来て損しないよね。お台場、うん、うん、お台場超来てほしい。本当に本当にめっちゃ、ね、あのもうみんな一人に興味なくても申し込んでほしいです。本当にもう誰が聞いても分かるような歌ばっかりだから、うん、もうマジで本当に有名だよ、ね、誰も好きじゃなくてもいいから一旦来てみて。マジで本当に来ないと損します。そうです、お台場も皆さん待ってます。お話し会もだけどお台場も待ってるよ。来た、やっぱカメラ見るだけ。でもカメラ見たらさ、ファンの子さんモデルさんみたいな。本当にありがとう。ファンの子全然超ムニ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 です。ここに溜まってます。したいよね、脂肪が。メールを取ってたらするかもしれないから取ってね。大ちゃんさん今日は雰囲気違うぞって。そうみんな言うの、今日なんか違うって。う、ね、今日ナチュラルなんてないですか。いつもありがとう。団長は数ヶ月並び起動してなくて、どこにアプリあるかもわからなくなってて、くそ死ね。おもろ、埼玉を感じ、埼玉感じたかも。ネクサ幕張は点々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 何ですか。本当は1泊2日のやつだったんですけど、何ですか。なんかなんでだか忘れちゃったけど2泊3日しちゃいました。ルカムとさんお台場チーズ当たって、本当にありがとう、嬉しい。お台場ゲーム楽しみ、めっちゃ。じゃあぜひゲーのペンライトめっちゃレス振ってね。振ってくれるよね、もちろん。だからデーチコールも待ってるからね。カスミコールをしてくれてる人以外にもレスするけどするんかい。お台場まだ申し込めんのか。え、でもこの前始まったよ、あれが、チケ戦、トレ戦、トレ戦じゃない、あ、トレ戦ってなんだ、あれ、トレ戦って、チケ戦みたいな、トレ戦、チケ戦、チケ戦みたいなやつが始まりました。本当に来てほしい。マジで損しないよ。来なかったら損するかも、逆に。お台場行きますね。ありがとう。お台場は物販あったりする？え、どうだったっけ？お台場、え、わかんない。でもいちごちゃんがチケ戦って言ってきました。出たのでチケ戦ですね。まあ頑張る。庭で歯を飛ばした。渡る今日大人っぽいんだって。本当に？なんかでも今日はみんな褒めてくれるんですよ。いつもと違うねって。あの湿気がたくさんあっただけなので。めっちゃ褒めてくれます。ありがとう。でも顔を見たいからファンの方の顔を見ながらチラカメラにすればいいのかな。チラカメラ。うん、リアも東京駅で降りて有楽町のレミネでお買い物してって感じだった。ありがとう、ありがとう、大佐さん、ありがとう。カメラの時マネージャーさんに言った。あ、そうなの、治るのかな。カスコの家に行くと、なんだっけ、トリセンって何。トリセンは知らん。トリセンじゃないの。トレセン、でもトレセンってなんか違うでしょ。トリセンじゃない、トリセンはせん、あ、わかんないですから。わかんない。え、待ってるね、チャラッペさん。チャラッペさん、公演初めてかな、直接会うの。どうだろう、一回来たことある。チケ戦は25日まで。わ、25日までです、皆さん。お台場のチケ戦、25日まで申し込み可能です。皆さん、ぜひ会いに来てね。わー。待ってます。そうです、カナンをね、チケットセンター、チケ戦静岡に行きました。25日までなので、皆さん待ってます。え、本当に爽やかハンバーグ行きました。爽やかハンバーグ絶対行ってほしい。
敵戦から蒸し込むのね。見てみます。カズさんありがとう。待ってるね。なんか顔の系統がね違うかもしれない。ニモチは清楚っぽい気がする。ビンゴ中身さん、デートの方ベビニブにするスペイビアマネですかって。いやもうそれはもう超もう超貴族の方じゃないとダメ。ヤンシギャンキさん、ナチュラルで使われた。ありがとう。いつもと違いますか？カスミン宅に来れば飲めます。やばい。眠いよカスミン。東京出張が来ました。確かに、そっか、見たわ、それなんか X に書いてあった気がする。今度赤すみの出る僕たち公園行きたいって書いてくれてたよね。行ってほしい。眠たい？眠い。でもあと3分なんだって。え、そうなの？うん、始めたら一瞬よね。そうなんですよね。コメントが多いと話す内容も増えるからね。だからみんなコメントしてね。誕生日星になっちゃってる。じゃあフォルテータさん、ケイトたくさんありがとう。団長の話でカスコの乗り話をしてて、団長の草の話。ヒータン？ヒータンでもけなんだっけこれね。ヒータンは言っていいのか言っちゃダメなのかギリギリラインがあれあるんですよ。結構ブドウ食べてます今。ブドウヒータンの、じゃあヒータンの草話はちょっとやめとこう。ヒータンに怒られちゃいそう。うん、今58分40、あ、16秒、17秒。キマちゃんこの話で言ってたハラカンバーグを食べる。そう、マジで本当に美味しかったから、もう人生で一回食べてください。ヒメさん、またありがとう。ということで、ちょっと段取り読もうかな、早めに。13の方、ありがとうございます。12の方、浦部さん、ありがとうございます。13位、トウモロコシさん、ありがとう。12位、ヤンシギャンキさん、ありがとうございます。11位、モンタンさん、ありがとう。10位、ルカヤマトさん、ありがとう。9位、ジェイ中身さん、ありがとう。8位、ルパンさん、ありがとう。7位、ミサミさん、ありがとう。6位、ゆしけんマシンさん、ありがとう。5位、よさなこさん、ありがとう。4位、くまにぱぱさん、ありがとう。3位、すーさん、ありがとう。2位、まさぴょん、ありがとう。1位、まっちさん、ありがとうございました。あと30秒だって。おやすみなさーい。お話し会、幕張のお話し会、皆さん待ってます。絶対来てね、いっぱい来てね。あとお台場も皆さん25日までチケ戦で、あと27秒。おー、27秒意外に残ってますね。あ、嘘、あと12秒。あれ